どうも、ヌネです。ディアブロ3クリア後のアドベンチャーモードで、なんかネファレムリフトっていうので、ホラゾンの苦悩の地1っていうのが出てきましたので、これやってみます。幸運を祈るぞ、英雄よ。これ敵を倒してリフトガーディアンを呼び出しましょう。いや、武器強くなったな。あ、どっちみちレベル上げたいし。まだ使えない、憎悪が必要だ。これ何？ゾウが足りない。おった。ベアパッド。これレベル上げにしていいんじゃないか。もっと欲しいか。お、ダメージが10万超えるようになった。あ、多分強化の影響もあるんだろうけど。太陽炎。自制心が足りない。足場が悪い。自制心が必要だ。でも回復アイテムは出るし、自制の心が足りない。新たな力を得る。レベル51、早い。まあ、70までがチュートリアルっていうゲームですので、まあ、そこまで上げるのが楽しく、上げるのもまたチュートリアルとして、そこからどうなるかだね。ゲームとして化けるのか。まあ他のゲームで高レベルのレベル帯までがチュートリアルっていうのに関しては、ファイナルファンタジー11がね、レベル75までチュートリアルなんて言われる方もしてたような気がするし、まだ使えない。自制心が足りない。何よりこの敵が押し寄せるこの感じはいいですね。まだ使えない。やばい、爆発してる。どう、それは無理だ。
そんなことはできない。ゾウが足りない。まあ敵が難易度を上げて上げる分かわからないけど、バフになった分攻撃力も上がってるんだけどね。ゾウが足りない。まだ使えない。それは無理だ。ゾウが必要だ。足りなくなるよね。ダメージ出すなぁ。やべ、オープンね。だな。それはできない。でこうして。今のは小手調べだ。そんなことはできない。ゾウが足りない。ダメージを受けなくなる。それは無理です。
からがこう。この力使いこなしてみせよう。レベル52。あっという間だね。92% まで。どうが足りない。どうしようかな。2%。3階層まで降りましたね。なんかいる。不穏な話を耳にした。影の中より新たな邪教が生み出され、北部で信者を増やしているのだという。彼らは暗夢の原野に潜伏しつつ何らかの儀式を。リフトガーディアンが来た。そんなことはできない。リフトガーディアン、ガーディアンのテスリス。めちゃくちゃテトリス。どうしようかな。まだ使えない。よし、血のかけ破片が新しい通貨。遥か昔、私はネファレムの訓練用の裂け目を作り出した。彼らは記憶の最深部から生み出された場所で敵とまみえ、勇敢に戦った。我々は偉大な力を持つ種族だが、技量が伴わなければ意味がない。この裂け目を制し、資質を証明したとき、そなたは我々の真の一員となるであろう。それはできない。憎悪が必要だ。よし、なんか邪教徒たちは数えきれないほどの儀式を駆使して生物の形を歪めている。その行為を上位進化と呼ぶ者もいるのだ。そんなものは信者の崇拝を獲得するための奇弁に過ぎない。こうした怪物たちは決して進化した存在などではなく、ただ死ぬまで苦しみ憎しみ続けるだけの存在だ。それは無理。これがバトルグリーフ。特
宝箱があると読みたくなる。もう終わりだ。レンド A のあれか、リフトも出るのかな。いやーなー、レバーでもあれか、穴がないんだ。穴があればな、確実に装備してんだけどな。ここまでしちゃいけるんだ。それは無理だ。達成した後のダンジョンのおまけみたいなものなのかな。まだ使えない。まだ使えない。所持いっぱいかい。
まだ使えない。こっちの方がいいか。これは多分ズボンって考えたらこれはいらないな。確かに防御力高いんだけど、これも微妙なんだよな。シェフどこ行った？倒した？まだ使えない。それは無理だ。今のは小手調べだ。もうすごい群がってくるね。そんなことはできない。いやダメかと思った。いいかな。
だ使えない。大体歩き回ったかな。いや、まだあるか。で、あとは、上と左下。まだ使えない。エニータプラボコは。あとはもう戻るだけっぽいな。持てるだけ持っとこう。もう持てない。宝箱であっちゃうね。広いね。目標達成した後もダンジョンが続くと思わなかったけど。戻りましょう。なんか簡単に戻る方法ないのかな。歩いて帰るしかなさそうだな。もう拾えない。ある程度敵を無視してとか思ったけど、でもそれだとね、敵を倒してその目標になってるから。何もないよね。
金拾い忘れてるやつ。ちっちゃうと多分繋がってないから持ってないな。トイレ。帰ってきた。素晴らしい。ありがとうございます。経験値もすごいな。よく来たな、ネファレマレ。私の開く次元の裂け目でそなたの戦闘技能を試すことができる。だがまずは要石が必要だ。うん。イニシエのネファレム、ネファレムからまた役。遠慮しないで。え？あったら、そっか。勇気あるものに味方するの？何がいいだろう。交換してみたいけど。やずつにしてみようか。あ、スペースが不足してた。とりあえず今回これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。